クロマンゼルの上がいるのか。わからない。そんな感じがするってこと。いそうだね。めっちゃいそう。いかにも。ザコは適当にあしらう。深追いは禁物だ。ザコなんていないよ。私には全部強敵。私も。ああ俺も俺も俺もだ。俺もだよな。なんとかしてくれ。クラウドさんお願いしますよ。ザコは。極上と普通の間くらい？何の話？もみもみもみ？行くぞ。各自注意してくれ。何もみって。僕はもともとミスリルを取ってたんだ。お前らミスリルはわかるか？なんか硬いやつでしょ。聞いたことはある。武器に使えるやつでしょ。とても硬い。知ってる。そして美しい。二人とも正解だ。しかもとんでもなく貴重だった。ここ以外で取れたって話は聞いたことがねえ。俺は昔鉱山で働いてたからよ。この業界はちっとばかり詳しい。そうなんだな。じゃあミスリル探す。これじゃね。あんまりおすすめじゃねえ。ないか。これじゃないの。シーナの技術で似たようなものを作れるようになったんだ。とてつもなく硬くてキラキラしたものを、人工的に作れんだ。マテリア生成の応用だろうな。そうなんだ。多分。あの人たち。僕のマンとかっているようだ。オーゾン。ちょっと気持ち悪いよな。若干な。不気味というか。バイオハザード出てきても何の不思議じゃないな。あらま。おいおいおい。無事だといいな。いや無事じゃないだろさすがに。ああて。でも深入りしない方がいい。地球深くだからね、なんてね。だよな。受けて乗るだけ。気になるよな。よし俺が行く。マジで。うん私も行くね。いやこういう場所の歩き方にはちょっとしたコツがいる。素人は悪いが足手まといだ。私も行こう。多少心得がある、まあ、動きなんか良さそうだからな。ボルト大丈夫？戻ってこれる？じゃあお願い。ごめんね。いやなんかいいやつだな、意外と、うん、意外とだな本当に。ありがとう。登りにくくない？その腕だと、帰り他の車んと見失うなよ。動けんだな意外とな。気をつけてね。軽いなお前。お前よ。あんまり言いたくねえけどさ。持っていくのか。どうぞこいつ。動くぞ。また落ちたりしてなきゃいいけど。レノ先輩の様子どうなんですか。あれレノ傷はそれほどでもない。ここのところ働き詰めだったからな。あれもしかして休んでいるだけだ。それって憧れのバケーションじゃないですか。ハークスじゃん。バケーション。まあバケーションのところだ。羨ましい。いやルードと退屈してイリーナだっけ、うん、そうかもですね。どうしたんです。なんでもない。もっと喋ってろ。もっと喋ってろってどういうこと。あここか。待て。いや好きなんでねタークス結構。ん何も話さないじゃん。それであいつどうします。あらかわいい。あクロマント。先輩あのですね、落ちてきたのか。私正直納得してないんですけど、あのクロマントを追跡してなんか意味あるんですか。あんのかな。上からの命令だ。俺たちタークスにとってはそれがあサラリーマンだからね。うわ仕事人間登場。レロはでもあいつ
もう助かりませんよ。まあ結構高さから落ちただろうからね。楽にしてやりましょう。孫主任ならきっとそうします。それも一つの救いかもな。ひどい。えー、そう誰だ。え、聞こえたの今。いい耳だ。よく聞こえたな。あ、はあ。ああだけですごい落用のある言葉だったね。期待の新人イリーナ、社会の敵でも成敗してくれる。テロリストだからな。レノは？レノは？バケーション。バケーションか。レノ先輩の留守は私が守る。新人といえどもタークスか。なめるなよ。まあ、優秀だもんね。強いよね。もっと戦いこうかな。こっちのこっちのね、二人も美人だし可愛いけど、ちょっとなんか徒党を組んでるからな。新人教育、俺が足か。リュウゾ大変だらしそうじゃない。やばいやばいやばい。ダッ！ね？悪く思う。まあ楽しそう。これは強い。これは強い。一気にいった。ファーストって強いんだな。で、チョコモーグリの。柵貫通してきたけど、なんか悪いな。バレてた。手を挙げろ両手。その物騒なもんはそのままだ。おかしな真似すんじゃねえぞ。さーてと、仲間と七番街の仇どうしてくれようか。七番街近くね。お門違いだな。お前たちが始めた戦争だ。うちもいろいろあって状況が変わった。お前たちは賞金首だが、今後我々の邪魔をしなければ見逃してやる。あら、お優しい。上から偉そうに。実際上にいるしね。エアリスをよろしくな。え？かっこいいな。イリーナ。優秀な新人だね。超エリートだからね。大丈夫、それは生身で。ノイス。怖いよ普通に。お前だけ生身だからな。みんな生身だけどさ、武器持ってないからさ。あら、みんな落ちる。深入りするなっつったろ。泳げるか。得意なもんだな。ギャグか。クラウドたちは大丈夫？尻尾で。おお、すっきり気分爽快だぜ。気持ちいいかもな。でもな、綺麗かどうかわかんないけど。いける？任せとけ。じゃあ出口で合流しよう。おう、いけんの？こんな連中を大勢見たことがある。北条のところだ。重度の魔法中毒らしい。死んだべ。しかし揃って何してるんだ。な、みんな同じ動きしている可能性がある。クラウドはそう考えている。クラウドは大丈夫か。
あいつ大丈夫かな本当に。あいつらあんなとこで何やってんだ。あ、バレット、協力しないと進めないみたいな感じか。どうした、休憩か。向こうに渡れないの。そっちで足場を作れないか。バレット、わかる？見せんな。見せんな。好きにしろ。チャラってことか。そういうことね。すごいよな力。片手で。やった。ありがとう。助かった。報酬。忘れんなよ。まだ未払いなかったか、クラウドに。クラウド忘れんなよ。レッドが岩を押しのけて。こちらからは開けられないようだ。そっちでは開けられないか。やってみる。ただでやってくる。おお、やはり結構力があるね。助かったぜ。2000だね。やめようぜ仲間同士で。なんか動き出しそうな岩じゃない、あれ違うか、ゴーレムとかじゃないのこれ。あ、そういう動き出し方と思わなかった。なんだ、なんこれ、えくっついてくる。悠々白書のあの寄生獣みたいな。あのこいつも自然の力っていう。コアみたいなやつ取ればいいんだろ。落ちてしまったよ。ローズイップで寝かしつけるのは父ちゃんに任せだ。そこだ。これじゃないの、これバースト効果だよ。これ打てば。出に行くぜ。おいおい、企んでやがんだ。なんか違うことが起きた。想定外のことが起きた。なんこれ。あー、まずい。あ、爆発するのね。はい。はい。まあでもなんか合ってる。脳天空地。そこだ。さっきの。嘘だろ。え、なんかバースト終わったんじゃないのか。なにこれ。なんか強化されてないねえ。持って帰れば。あ、俺ミスリルなのか。全身金持ちになれるか。まだまだやってやら。ああ、硬すぎだって。全身ミスリルはやばいって。終わったか。ミスリルの階段とは豪勢じゃねえか。大人の階段だな。ちょ、回復。あ、やっと合流できた。助かる。誰きついわ。もうなんか久しぶりに見たな、その胸。遅かったな。でっけえミスリル見つけて目がくらんじまってよ。の。確かに。いつ崩れるかわからない。引きつけられたな。急いで出た方がいい。ああ、でも神羅に居場所を知られている。待ち伏せされているかもしれない。俺が連中でもそうするぜ。俺もそうするかもな。それでも行かなくちゃならねえ。そうだな、だからって引き返すわけにはいかないからな。俺たちはあれを見ちまったからな。
え、何見た。俺たちの使命は星を守る。未来の映像な、映像というか記憶というか、記憶。シンナが邪魔するなら戦うしかねえ。クロマントの連中を追いかけよう。おそらくセフィロスとつながっている。クロマントに行く先にセフィロスがいる。そしてそれを追うクラウド。理由に読んだな。ちょっとだんだん思い出してきたな。ちょっとパーティーメンバー、ちょバレット結構優秀なんだよな。お、出口かな。めっちゃ眩しい。ちょっと待って。さあ、リユニオンだ。めっちゃ並んでるんだけど、何？お地蔵様みたいな？おい、見ろよ。何してんの？死んだ。いないみたい。待ち伏せされてなかった？え？普通に鳥ちゃん、でかっ！え？そんな。え？泣けてくるぜ。ちょっとな。餌として置かれてるわけじゃないよな、さすがに。あそこ、行くのかな？神羅の要塞都市ジュノンだ。あ、ここも作られてんだ、ちゃんと。ちょっと正直ここは 3D で見てみたい場所だったよな。召喚獣フェニックス。あ、なるほど、バトルやらないといけないのか。ジュノンちょっと行きたかったんだよな。ここ再現されてるの嬉しくない？ 3D で、 3D っていうか今のゲームでさ、